坂誠二さんです。お願いします。スイッチがあります。皆さんどうもご苦労様でございます。立憲民主党で代表特命補佐を務めております衆議院議員大坂誠二でございます。私からまず冒頭に皆さんにお礼を申し上げたいそう思います。それは今広島、長野、北海道、衆議院の補選、参議院の補選、そして再選挙、これが行われておりますけれども、私は今立憲民主党の北海道の代表を務めております。その責任者としてこの立憲野党の皆さんのさまざまな力によってこの3地域での選挙、本当にいい戦いが進められている、そう認識をしております。何としてもこの3つの選挙、3つとも勝ち取る、そういう思いで皆さん戦おうじゃありませんか。それで特にお願いしたい、それは広島であります。今日の報道にもある通り、広島は非常に僅差の戦いになっております。これを何としても勝ち抜く、そのために残された期間、今日ここにお集まりの皆さん、広島にご友人、知人、知り合いがいるならば、ぜひとも我々の勝利に向けてお声掛けをいただきたい、そのことをまず冒頭お願いさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて皆さん、2012年の12月以降、私たちの国の政治一体どうなったでしょうか。私はもう本当に日本の国が先進国だなんて信じられません。それはなぜか、公文書の改ざん、廃棄、捏造、隠蔽、これが当たり前のように行われる国になってしまいました。これは民主的な国だと言えるのか、全くそうじゃない状況になっているんじゃないですか皆さん。そして行政の私物化が進む、国会で不都合なことがあれば全く真正面から答弁をしない、しまいには総理は100回以上も事実に基づかない答弁をする。さらにこの状況が今は官僚の皆さんにまで広がっています。先日総務省の接待疑惑、あるいは菅総理の息子さんがおかしな接待をして自分の会社に有利な取り計らいをさせたのではないか、こういう問題を予算委員会で繰り返し質問しました。そうするとあれほど優秀だと言われる官僚が、つい少し前のこと、記憶にない、記憶にない、記憶にない、こんなことを繰り返す国に日本はなってしまったのであります。こんな状況の中で民主的な判断なんてできるはずもない、これを何とかして打破をしていく、これが私たちに今求められていることだと思います。ぜひここにお集まりの皆さんの力を合わせて、この異常な状況を打破してまいろうじゃありませんか。そしてこの状況の中で特定秘密保護法、共謀罪、安保法制、国民の皆さんが望まない法律がどん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 可決をされてきました。特に安保法制については、これは違憲である、そういうものであるにもかかわらず強行突破をしてしまったわけであります。そしてさらに今回菅総理アメリカに行って何をしたか、防衛力の強化、これをアメリカの大統領に強い意志で表明をしてきているわけです。なぜアメリカで表明するんだ、何のためにそんなことをするんだ、集団的自衛権行使容認とセットで考えれば、菅総理がこれからやろうとしていることは一体何なんだ、皆さん想像がつきますよね。でも私たちが望んでいる国はこういう国ですか。そうじゃない、憲法9条に掲げた精神はそうではないはずであります。私たちは力に頼らない、そういう新しい国の在り方、これを76年前に選択したんじゃないですか。どうして国民の総意も聞かずに
こんなことを勝手にやるのか。ぜひこの状況を変えていこうじゃありませんか。そのためには今回の3つの選挙もそうですし、この秋までに必ずある衆議院の総選挙、これで皆さんの力を合わせて何としても勝ち抜く、その誓いをここでみんなでさせていただいて、私大阪政治のお訴えとさせていただきます。ありがとうございます。大阪さん、どうもありがとうございました。